高知龍馬空港から車で1時間40分、室戸にある廃校の小学校を改修して作られた室戸廃校水族館へ行ってきました。毎日が参観日です。机も椅子もそのまんまになっちゃって懐かしかったです。後ろの習字はイカスミで海中があって、人懐っこくて可愛いウミガメ。ボラの大群にエイもかわいい。音楽室へ行ってみました。なりました。次は木琴で46億年ラブを演奏してみました。おーパチパチパチ。身長を測ってみました。どうやろう、ほんと 162.5cm 長いけどめっちゃ自信中やん。次は視力検査しました。あっちがやろうかね。最後のだけちょっとわからんかったです。でも多分そこまではあっちゅうはず。外のプールにはサメとかカメとかが泳ぎよった。お土産にブリくじを引きました。実はサババージョンの特賞はゲットしちゅうき、ブリのも欲しかったがよね。4等の出世サイズが当たりました。いろんな魚が泳ぎよってユニークで楽しい小学校でした。